はい、では前回は、まずお肌をおさらいすると、まずここの中待機にしました。待機になってます。で、これ、サンプルホルダー準備 しました。まあちゃんとした準備過程見せてないんですけど、申し訳ないです。で、こちらの蓋を開けます。本当はこれで開けちゃダメです。ちょっと待ってください、今入りますね。本当はダメです。今手袋剥ぎました。で、これ開けます。いいですね、開けますね、開けます。で、真空洞じゃなくて、ターボブルシモップの解説が悪くなってないけど見といてください。で、これ一応内側がクリーンなので、クリーンなところに置いておきますね。クリーンなところに置きます。で、また手袋ちゃんと締めます。ちょっと待ってくださいね。片手でやるとすごい大変ですね。すいませんね、段取りがあんまり良くないんですけど、今頑張って手袋を締めてます。よし、 OK。 ちょっと手袋をはめました。で、これでつまみます。で、こういう風につまみますんでね、こういう風につまみ、あ、甘く、こういう風につまみます。こういう風にで、つまんだら、ここにこうして、で、本当はこの下2段穴が開いてて、下の方でこうやって入れるんですけど、うちの装置ちょっと壊れてまして、上でしか入らないです。なので、ここ、こんな感じで入れてください。こんな感じで、こういう感じで入れてください。ちょっと取り出すときは難しいんですけど、あ、ちょっと難しかったですね。取り出すときこんな感じ。本当は下の段の方を使います。ですけど、これ壊れてるんで、今上の段しか使えません。上の段こんな感じ、こうやって入れてください。これでいいです。で、これちゃんと真空用なので、ちゃんとしておきます。で、またかぶせます。ちょっと待ってくださいね。で、この蓋を、内側はすごい綺麗なので触っちゃダメです。ここにこういう感じで締めます。あと、ここから真空引きします。真空引きするときは、まずここを緩めます。進行方向に対してアンチクロックワイズがオープンでしたね。なので、オープンします。そうすると、ここから引かれてターボ分子の方に行くようになってます。ちょっと見えづらいんですけど、ターボ分子の方に行くように。で、これを少しずつ開けながら、この値が大丈夫かどうか見てきます。ちょうど画面に入るんで両方見ていきましょう。ちょっとこのコースが邪魔ですね。しょうがないですね。これをちょっと難しいんですけど、ちょっとずつ開けながら見ていきます。で、悪くなっていきます。まだ悪くなってないですけどね。悪くなってきましたね。で、上が、普通にかぶせただけだと、隙間から漏れていくので、ちゃんと、ある程度押さえた方がいいです。軽くでいい。あんまり強く押しちゃ壊れちゃうんで、壊れない範囲で軽く、まあ、例えば指3本とかで押さえます。で、またどんどん悪くなってますね。で、これが大体ですね、75ぐらい、50までいけるんですけど、安全のために75ぐらいまで開けていきます。ゆっくり開けていけばいいです。ゆっくり開けていけばいいです。こんな感じで開けていきます。で、時折ちゃんと閉まってるかどうか、指3本ぐらいで調べます。うん、まあ75ぐらいになりましたね。で、ちょっとこのまま放置しておいて、まあ、どの値かちょっと見てみますと、メモリはこんな感じになってます。ちょっと見えづらいですけど、こんな感じですね。こんな感じになってます。で、今どんどん減ってますね。ちょっと67とか、ちょっと抑えが足らないと思うので、
これをちゃんと押さえながら大丈夫かどうかちょっと見てみましょう。ちゃんと押さえておきます。ペンチクペンチクで、60を切りそうでしたらちょっと危ないので、もし60切ってしまったらこれを慌てずに締める方向、クロックワイズの方向回してください。これは難しいので初めてやる人は他の人に聞いた方がいいですね。で、今上がってきましたね。で、ちょっと様子見てみましょう。で、ここの上もちゃんと閉まってるかどうか確認します。こんな風になってきます。だいぶ引いてきてる感じですね。ちょっと待ちましょうか。で、ちょっと待ってる間にいくつか説明します。このターボ分子ポンプ非常にお高いです。このターボ分子ポンプなんですけど、何十万から何百万ってします。なので、壊さないようにしなきゃいけないです。50まで耐えられると言われてますけど怖いです。気をつけてください。壊したらもうこの装置使えなくなると等しいので、壊さないようにちゃんと使うということですね。だからまず最初は分かっている人に聞いてください。どうしてもいなかったときは慎重に慎重に回す方向を間違えないようにやってください。締める方向だったら間違いはないです。でも慌てないで余裕を持ってやります。さっきも50で大丈夫だから60 だいぶ大丈夫、十分は大丈夫な60のところで回しました。安全で十分余裕があるときにゆっくり確認しながら調べていきます。行動していきます。それが大事です。こういうですね、XPS 装置っていうのは非常にお高いです。一般的には、我々の金銭価格の10倍ぐらい、これこの値段だろうと思うようなのが、例えばこれ15万円で買えるかなと思ったら10倍ぐらいに150万円ぐらいだったりします。そんな感じです。ですから、あまりなんていうんですかね、簡単に買えるものではないということは十分に考えておいた方がいいです。で、今88ぐらいになってきましたね。今90ぐらいになってきましたので、もうちょっと開けていこうと思います。今のバルブはこれですね。で、これが 1.0 ぐらいまで開けられます。実際はちょっと見ていきましょうか。開けても真空度が良くなっていくんで非常にいい状態だと思ったんですね。こちらもそろそろ 1.0 ぐらいになると思います。うん、1の数字が見えてきましたね。うん、 1.0 ぐらい、これぐらいまで開けられます。で、こっち今96ですね。これがちょっと 100% なので待ちましょう。もう少しですね。うん、そろそろですね。うん、で、100になったら一旦こちらを閉めます。まずこう進行口こっちで、クロックワイズが、閉め、クローズの方向です。クロックワイズはクローズ、時計回りが締めの方向になります。ここの場合は早く締めちゃって構いませんけど、あまり締めすぎないように気をつけてください。勢いに乗ってね、しないようにスローリースローリーで、ああちょっと硬くなったな。で、ある程度締まるところに来ますので、それが終わったら指2本ぐらいである程度軽く締まるところまでやればいいです。その次はこちらのバルブを開けます。向こうの真空度じゃなくてターボの回転数を見ながらこれを開けます。回転方向、進行方向に対して半時計回りがオープンでしたね。なのでこっち側へゆっくり回していきます。最初ガスが飛び出すので真空度が悪くなります。ちょっと開けたら待ってください。で、 100% に戻ったらまた続けて開けていきます。
こういう感じですね。いいですか。うん。で、最後まで行ったら全部力強くやらなくていいです。ある程度バルブっていうのは余裕があるので、全部行ったところのちょっと戻す感じ、全部回したところのちょっと戻す感じ、ちょっと分かりづらいですね、ちょっと気持ち戻す感じで十分です。本当に回していって当たったらちょっと戻す感じの気持ち、ちょっとこれはオーバーにやってますけど、本当はこんな感じですね。ちょっと分かりづらいですけどね。それかまたは軽く回して回らなくなったところで止める。あんまりガチガチやらなくても良いように設計されています。逆に強く締めすぎると早くこういったバルブがダメになってしまいますから、丁寧に優しく使ってあげてください。どれだけ長い期間使えるかどうかっていうのはやっぱりあれですね、実験の経験にもよるんですけど、良い研究者になるためには丁寧に 壊さないように、長く使えるようにどうするということが大事なことになります。あ、でここちょっと真空のやつ閉めてないんで、ここはあんまり触っちゃいけないんですけど、内側は、外側はまあ大丈夫なのでやっております。内側はダメです、手袋しないと。で、今関係ないことしたんですいません、ちょっと分かりづらくなっちゃいましたけど、今ここのバルブを開けて 100% になりました。でこれで待ちます。どれぐらい待つかって言います と、期間によって研究期間によって異なりますけど、一番長いところですと1時間から2時間ぐらい、まあ、平均1時間半待つところもあります。うちの研究室はそんなに、今高い真空度を求めるように作ってはいないので、10分ぐらい待つことになります。例えば100均で買える、もので10分待ちます。 100% になってバルブを開けて 100% になったら10分待つ。そしたらここのバルブを開けてこの中に入れていくというような手順になります。まあとりあえず真空を引いたら10分待つということを覚えてください。ではまずこれで一旦終了します。